お元気ですか、ボクシミです。今回は2024チームジャパンオフィシャルトレーニングカード開封動画後編の9パックやっていきたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。ではね、早速やっていきたいと思います。まずは後編の1袋目でございます。これはフィギュアスケートの樋口若葉選手でございます。ノルディック複合の山本亮太選手でございます。スピードスケートの森重航選手でございます。で、これはスキージャンプの竹内拓選手のこれはレアでございます。はい、ちょっとね、斜めになっているわけはちょっと私の顔が映ってしまう恐れがあるのでね、その辺はご了承ください。スキーフリースタイルの上村愛子選手でございます。続いて2袋目でごめんなさい、2袋目でございます。カーリングの鈴木優美選手でございます。ジャンプの清水レルヒ選手でございます。ちょっとね、下が噛みそうになってしまいました。失礼いたしました。スノーボードの村瀬ココモ選手でございます。でカーリングの、石崎琴美選手のこれカードでございます。フィギュアスケートの坂本香織選手でございます。3袋目でございます。フィギュアスケートの宮原さと子選手でございます。スキーアルペンの皆川健太郎選手でございます。ノルディック複合の渡部義人選手でございます。スキージャンプの岡部隆信選手でございます。バイアスロンの立崎冬子選手でございます。4袋目でございます。村瀬ココモ選手でございます。スノーボード選手でございます。スピードスケートの長島圭一郎選手でございます。でカーリングの、藤沢さすき選手でございます。でこちらですね、すぐに、文江選手でございます。フィギュアスケートでございますがね、虹色に光っております。こちらは、75尻でございます。はい、続けていきます。フリースタイルの堀島育真選手でございます。5袋目でございます。フィギュアスケートのすぐり文江選手でございます。スノーボードの富田瀬奈選手でございます。でカーリングの本橋麻里選手でございます。フィギュアスケートの荒川静香選手でございます。でアイスホッケーの久保花江選手でございます。6袋目でございます。ジャンプ、スキージャンプの伊藤有希選手でございます。フィギュアスケートの
樋口若葉選手でございます。で山本亮太選手でございます。ノルディック複合選手でございます。そして、直筆サインカードでございます。直筆サインカードはスキーノルディック複合の渡部暁斗選手の直筆サインカードでございます。こちらがね、20C でございます。直筆サインカードね、ゲットでございます。はい、続けていきます。フィギュアスケートの、鍵山優真選手でございます。7袋目でございます。フィギュアスケートの小松原健選手でございます。スキージャンプの笠井典明選手でございます。スノーボードの竹内智香選手でございます。で、ショートトラックの西谷貴文選手の、これレアカードでございますね、これね。で、西谷貴文選手の今度はノーマル版でございます。8袋目でございます。スピードスケートの長島圭一郎選手でございます。カーリングの藤沢さすき選手でございます。でスキージャンプの伊藤佑樹選手でございます。アイスホッケーの床遥香選手でございます。でスキージャンプの小林陽佑選手でございます。で最後の9袋目でございます。スピードスケートの穂積雅子選手でございます。スキージャンプの竹内拓選手でございます。でアイスホッケーのこれは大沢志保選手のレアでございます。でスピードスケートの清水博康選手でございます。で最後はスキーフリースタイルの原大地選手でございます。以上で2024チームジャパンオフィシャルトレーニングカード開封動画終わりたいと思います。やっぱりねこちらのですね、渡部暁斗選手の直筆サインカードこれにね、限ると思います。で明日もね、違う、種類の開封動画をやりますので、もし興味のある方はいらっしゃいましたら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。